なぜ息子すら殺した俺たちをこの地へ送った。恨みつらみは消えぬ。しかし今私はカヤ様が見御事をかけた未来を信じてみようと思うている。カヤ様、アンドリア・カヤ総領女王。え、女王様のことを覚えているのですか。ルシになりし時、女王の竜より記憶を戻されたのだ。カヤ様には未来を見る力があった。だからミリテスに行くことは自らの死を招くとも分かっておった。じゃあどうして。それが必要だと思うたのだろう。カヤ様はそれを選んだ。そして私も。双竜クリスタルの意志とは別の道を今。そうか、これで私は全てを失うのか。加盟に縛られ赤時の守護として我が子を失ってまで国と民を守り続けたか。ここまでなのだな。それが私の選んだ道か。お前たちも選べ。自らの道を自らの意志で、そして生き抜き、死んでみせろ。おい、何なんだよ。落ちたんだ。それって。ええ、彼女はもうこの世界にはいません。これは因縁か。会うたこともないが知っておるぞ。白虎に仇をなしたあの女の傀儡ども。いいだろう。我が貴様らに審判を与えよう。マザーのこと知っているのか。まさかシドとこんな形で戦うとは思ってませんでしたね。偉そうに。我が棚心で存分に死に始めよう。分かれて、かっこ撃破が良さそうだ。行こう。
行こう。貴様らにできるのか。
くの町に見えるぞ。任せてください。あとは頼みます。任せてくれ。
できるのか。
せてくれ。個別に対処だな。行こう。あまり時間をかけるな。
とは頼みます。開演します。お願いします。任せてくれ。
に進むことは不可視。ここが総流だってのか。半分は来たか。行こう。
Thank you.
罪ない。強そうです。大物の気配です。これも完熟した生命の一つだ。相当完了。この世にあふれる命は軽い。価値を見出せぬな。千年かけてこの程度とは失望の極みだ。世界を滅ぼすのは簡単だが面倒ではあるな。泣きわめくな人間。裁きを受け入れ敬い。死の間際に歌ってみせろ。さすればゴミほどの価値は出るだろう。